叶えて欲しい願いを選ぶがよい。強い武器のレシピが欲しい。なるほど、武器自体をくれるわけじゃないんや。武器をくれよ。これまでのあらすじ。落ちた勇者の星の様子を探るため、デルカコスタ地方を訪れたアイナたちは、サマディ地方の上空に浮かぶ黒い太陽を目撃する。預言者の言葉に従い、ケトスを呼び出した一行は、神の民の里を訪れ、邪神を倒すという勇者の使命を聞く。ケトスが邪神の結果を破る力を持つと知ったアイナは、ベロニカとセーニャの導きの木に触れ、老主の悲劇的な最後とセニカの行方を知る。そして、すべての真実が明らかになったとき、預言者は自分がウラノスの善の心であると告げた。神の民の里で、神秘の歯車を手に入れた一行は、忘れられた塔でセニカと出会い、彼女の導きのもと、ベロニカとセーニャが調べを奏でると、勇者の剣に光が宿り、その力で、ケトスが覚醒する。こうして一行は、ケトスを借り、邪神に挑むのであった。よくお戻りになられました、アユナ。アユナに我らが神のご加護がありますように。ほいー！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんかあの後聞いた話によると、この神の民の里に今おるこのモンスターかは全然ね、なんか、悪い奴らじゃないっぽい。なんでおるんとか思いよったけど。へいよ、こんな場所に魔物がいて驚いてたろ。でもそんなに怖がらなくていいぞ。俺たちはネルセンの兄貴に成敗されて生まれ変わっていい魔物なんだ。人間たちを傷つけたりはしないぜ。陽気だな。で、とりあえずなんかこの中、ここからなんか何個か行くところが3つあるんやっけ。ぽいけん、それから旅立っていけばいいということかな。この聖なる苗木に手をかざすと、同志の試練に挑むことができるよ。同志の試練は3つの試練の中で、最も簡単な試練だけど、魔物は十分に強いから油断しちゃダメだ。お、じゃあとりあえずまあ一番、簡単って言われとるやつからにしよっか。もしも敵に敵わないと思ったら、地上に戻って世界を回りながら戦いの経験を積んでくるといいよ。よし、頑張ります。同志の試練、狭間の霊道。これ、あれやね。ここのたどり着くまでのやつと一緒じゃね。てか、なんなんやろ。結局、なんか、幻の世界なんかな。ね、なんだかんだ言って、なんか色素ビア雪原っぽいとこに出たんよね。同志の試練、不屈の迷宮。やめて、ちょっと。お化け屋敷じゃないんやけど。ビビるやん。ここ何？びっくりした。ちょっとやめて。近い近い。邪魔邪魔。これは、なんかどこに襲いかかってくる様子もないけど。まあ、そのまま進んでもいいんかな。まあ、要は、この中に、あ、見たことあるとこやな。あの、ボス的なやつがおるってことやろ？それを倒せってことよね、きっと。多分。え、ここってどこやったっけ？え、見たんやけどな。どこやったこれ。なんか降りてきそうじゃない？上穴開いとるし。絶対なんか、何も落ちてこんのかーい。ここは回復？え、動き出したりする？何の像？へえ、戦士ネルセンの像だ。像には文字が刻まれている。試練に挑む勇者よ。この先にどんな困難が待ち受けようとも、決して諦めてはならない。お前がこれまでの冒険で培ってきた力と知恵を駆使すれば、必ずやこの迷宮を踏破できるであろう。回復してくれるわけではないんやね。まあ別に満タンやけど。満タンやけども。なんかね、ああいうのあるってことは、もうすでにボスの手前なんかなと思ったけど、そういうわけでもなさげやな。なんか結構入り組んでそうな感じだな。こっち行き止まりか。
まあ、行き止まりでも宝箱とかある可能性はあるけど、この世界にも宝箱とかあるのかな。色素部屋雪原もどき、あったあったあった、宝箱、まあ、ミミックとかの可能性もあるけど一応ちょ邪魔なんですけど、ぶつかった、あ、ほらよし、行くか。何？あー、マジか。あー、そういえばこういうとこあったなあったなー。これはモンスターではないの？マジどこや、ここは落ちるやつ？さらに下とかある？さすがにそれはないか。じゃあこの辺は違うってこと？どこだよ、こっちか。あ、これ登らんといかんやつか。くそ。ってことは、こいつだね。エビルドライブの乗り物に乗れるようになった。はい、これで。行きましょう、行きましょう。この音が気持ち悪いんよね。私、あれさ、登るのがめんどくさくって、そんなことですら。登るためにわざわざね、モンスターを倒さんといかんのがめんどくさくって。また遠回りしたりとかしよったんよ。待って。どこ？もうなんか永遠に繰り返す気がしてきたぞ、私。どこでしょうか。そこが穴開いたんだな。あ、あれ宝箱じゃない？イエーイ。進化の秘跡ゲット。あー、待って。あれ、これなんかまた別のところに出た？これか。え？降りんといかんやん。やだー。ついてきてくれんかな。え、なんか他にさ？くっそ、よじ登れるとこないやないか。あれや。だってまた必要な時にね、何回も必要になるよ、この先。倒さんといかんねやろ？くそ、めんどくせえ。ちょっと待って。全然進めないんですけど。これ落ちるとこやないん、これ。違う？これ落ちそう、じゃない？こっち、行き止まりやん。待って、どこ？こっち行けんのやって。こっちか。くどっちに行けばいいんかな。こっちは落ちる？もう落ちるんだか落ちないんだか全くわからんね。落ちまくる。落ちまくるよ。くっそ。ここ、あれか？バンテレフォンの地下迷宮？あれ、なんか。え？内側から鍵を開けた。あ、これ来たとこか。結局これあれやんね。倒して登っていかんといかんとこやろ？そうじゃなくってさ。もうなんかどこ通るにも落ちるんじゃないかとハラハラ。あれ？え？落ちる？大丈夫か。これは？最初のとこじゃないよね。着いた！どういうこと？同志の試練、狭間の霊道。いや、狭間の空間怖すぎるんやけど。マジで毎回怖すぎるんやけど。
狭間に女神像あるよね。え？ここ何？どこ？え？どここれ？ホーノス。ん？目的地は多分あのハテナのところよね。え？どこなんやろこれ。ここから降りれんのか。あ、これ、あれ？会長の幽谷のことかな？鳳凰の巣って。いや、ツタの意味。ツタの意味。いや、まあ、もし、また向こう側に戻ることがあればってことかな。これ行く方、こう。え、ちょっと待って。どっかその辺。ここか？え？ここ？え、違うな。どこ？こっちか。あれ？やっぱりここ登る感じ？ここから飛び降りるんじゃないんか。うわ、飛び降りたら一瞬やったのにめっちゃ高いやん。ここじゃなくって、こっちの細い、じゃなくてこっちか。多分マップ的に会長の幽谷よね。え、いけんやん。ここは登れる？登れんか。その辺乗れそうなのもおらんもんね。え、なに？え、これまたあれ行きづらいやつやないん。なんかこのマップの区切り区切りがよくわからんねえけど。あ、でも。あ、違うな。え、あのハテナが指してるのはどこ？緑の丸？またあのワープポイントみたいなのがあるってことかな？え、どうやってたどり着くの？あそこ。やっぱあっちの細い道の方に一旦入って、様子を見てみよう。絶対なんか必ずあのワープポイントさ、簡単に行けん場所にあるやろ。あ、でもなんか、飛べる奴らおるぞ。待て、とりあえずこいつ確保しようや。ボスが弱いっていう意味での簡単ならいいんやけどさ、マップが複雑でないっていう。助けてー。あ、これで、え、登れるんじゃない？あの、マップが複雑でないっていう意味の、簡単やとしたら、私はこの先、積むと思うんだ。何も簡単じゃないので、ここが。さっきの崖んとこ登れるかな？登れん？さすがに。めっちゃ高そうではあったよね。これどこまで飛べるんやろ。連打じゃなくても飛べるんか。あ、いけたいけた！やったね！ヒュー！いい感じ。あ、これ、今回あっという間にいけるかも。で？こっちか。え？どこ？こっち？はぁ！着いたー！やったね。ふぅ。何段階あるんかな？さすがにボス前には回復したいなと思うんやけどさ。まあ、毎回回復しといたんでいっか。はい、行ってきまーす。あ、そろそろネルセンの迷宮最深部。来たよ、来たよ。あ、ムラノスの間。おじさん。よくぞここまでたどり着いた。勇者と。その仲間たちよ。誰？ウラノス？全然違う。誰？仲間におったっけ？勇者老主の。あんたはまさか戦士ネルセン？ネルセン。おお、こういう感じの人なんや。うん。私はネルセン。かつて老主と共に戦った男だ。私は邪神ニズゼルファを天空に封印した後、荒廃した世界を復興するためバンデルフォン王国を建てた。我が統治のもと王国は大いに繁栄し、人々はいつしか私をこう呼ぶようになった。偉大なる建国者、英雄王ネルセンと。
あ、でもすごいな、勇者と一緒に戦士として冒険しよったけど、そっかそっか、バンデルフォン王国作ったってことは普通に王様やったってことよね。すげえ。グレイグ、その面差し、お前がかつての私と同じく勇者の仲間になったのは偶然ではなく運命だったのかもしれんな。時にネルセン様、あなたが伝説の勇者と共に戦ったのは遠い昔のこと。どうして今もこのような場所に？私は死の間際、いつか訪れるかもしれない邪神復活の日に備え、神の民と共にこの迷宮を建設し、強力な文を隠した。ほう。そしてここに邪神と戦う勇者が現れた時、その力になるため魂だけの存在となってここでお前たちを待っていたのだ。じゃあ、え、その武具をくれるってこと？魂だけってことは戦闘とかないよね。お前が勇者の名を継ぐものか。確かに老子と同じ目をしている。この迷宮はそれ自体が勇者を試す試練。なるほど、ここにたどり着いたことがもうクリアってことでいいよね。お前の願いを一つだけ叶えてやろう。あ、でもあれか、試練ごとにその何達成目標は違うってことかな。ただし私が勝つ最後の試練に打ち勝つことができたならだ。たどり着くこと自体がじゃなかった。この試練では自分自身を脅かす最大の敵、そう、お前の中にある恐怖が実体となって立ち塞がる。何？だがもしそれを乗り越えることができればお前は何者にも負けない強さを手に入れるだろう。では勇者よ、試練に挑みたければ私に言うがよい。微塵も挑みたくないけど挑むしかないよね。挑みます。勇者あゆなよ、試練に挑戦する準備はできたか？ OK、 よろしい。では早速試練を行うぞ。これより各人の戦闘中の行動を一手とし、すべての敵を倒すまでにかかった手数の合計を数える。え？あ、そういう。これから現れる敵を25手以内にすべて倒すことができれば、お前の願いを一つ叶えてやろう。では行くぞ。これ25手以内に倒せる？頭を冷やしなさい。今ので一手ってことでいいよね。すべてって言ったよね。この一体じゃないってこと？この一体な。ちょっと標的増やすのやめてくれる？標的増やされたら困るんやけど、手数が増えるやろ。いや、この一体だけってことかな。すべて。さっきのなんか途中で増やしたハゲ的なものも含めての全部ってことかな。憎悪の剣気をやっつけた。イエーイ。え、で、なんて？全然なんか数見せてくれんかったけど。あゆなよ、見事な戦いぶりだったぞ。これで25手以内に敵を倒していれば試練は突破となる。さあ、今回の結果は。マジで？見事だ、10手で敵を倒したぞ。よくやったあゆな、お前は自らの恐怖に打ち勝ったのだ。やったやん。半分以下。さあ、約束通り、お前の願いを一つ叶えてやろう。叶えて欲しい願いを選ぶがよい。強い武器のレシピが欲しい。なるほど、武器自体をくれるわけじゃないんや。武器をくれよ。最上位のレースに挑みたい。何レースって。レース？レースなんかあったっけ？あ、サマディのやつ？馬かな？エッチな本が読みたい。それはおじいちゃんだけじゃない？聖女の髪型を変えたい。あ、ロングかショートか選べるってこと？もしかして。それ以外もあればもっと可愛いけど。幸せになりたい。何そのふわっとした感じ。ああ。え、これは？試練3つあるわけやん。3つ願い叶うってこと？この中から。え、この中からかな？それともなんかそこそこで、願い事も変わる？
わからん。ただ強い武器もこし、どうやろう、俺もレシピやけんな。私が作らんかったら意味ないんやけど。意味ないんやけど。幸せになりたい気にならん、めっちゃ。セイニャの髪型を変えたい。エッチの方はどうでもいいかな。最上位のレース、レースって私多分ストーリー上しかやってないけんな。強い武器。まあ、じゃ、とりあえず強い武器で行こうかな。なるほど。邪神を倒すために新たな武器のレシピが欲しいというのだな。はい。さすがは勇者アユナ。誠勇者にふさわしい願いであることよ。それではこのレシピを授けよう。エッチな本とか答えとったらめちゃくちゃなんか、落胆されてそうな気がする。アユナはレシピブック、神聖勇者の剣を受け取った。アユナは神聖勇者の剣を読んだ。勇者の剣回のレシピを覚えた。ふんふん。このレシピで勇者の剣を強化できるぞ。ただでさえ強力な勇者の剣が強化されればもう恐れるものはないな。では私からの褒美としてこれをやろう。ほう。褒美というならさ、素早さの種とかじゃなくってさ、レシピの、もう、これを入れれば完成するよっていう材料をくれれば嬉しいんだけど。私の試練はまだ終わりではない。次に来た時はさらに強力な敵がお前たちを待ち受けていよう。あ、もしかしてあれ、初級、中級、上級みたいな感じで、何回でも挑めて段階が上がる感じ？さらなる試練に挑みたくなったら、ここに来るといい。では、さらばだ。なるほど、一回で終わりじゃない。戦士ネルセンがアイナの力を認め、次なる試練、賢者の試練を解放した。あ、そもそも、一個ずつ、そもそも全部いっぺんに解放されとったわけじゃないってこと？なーん、そういうことね。